はい、皆さんこんにちは、ケビンです。今日は2021年10月にベンチメイドから新作として発売されましたキッチンナイフシリーズの一つ、ステーションナイフをご紹介します。こういうかっこいいですよね。こういう箱が入ってまして、中にステーションナイフアメリカンメイドカットレーデザインドフォーアドベンチャー、こういうふうにカットいまして、CEO のサインが入ってまして、ここに注意事項的な紙の入ってまして、で箱の中にナイフがこう入ってますと。シースはプラスチックの簡易的なものになりますが、このバタフライのねベンチメイドのロゴがこうくり抜いてあってかっこいいなと思います。はい、で、これがナイフになります。ブレードのこう形状がですね、普通の牛刀とか三徳包丁みたいなこう形プラス、なんていうんですかね、ナキリ包丁っていうんですか、先が尖ってないこう長方形みたいな形の、野菜とかナッパとかをこう切るようにこう幅が広いようなものですね。それがなんかこう足して2で割ったような、まあもちろんねここはこうピーンとまっすぐになってるんですけど、肉とか、もう切りやすそうですし、特にこう野菜系ですね、こうトントンやりやすそうだなというので、今回この、ステーションナイフにしました。同じシリーズというか、同時に発売されたもので、いわゆる普通の牛刀みたいな形のナイフっていうのも発売されてるんですけど、完全にこうキャンプ等で、調理ですねに使うものとして、購入しましたので、今回このステーションナイフで、まあ、この形にしました。で結構、カスタマイズが、できるようなものになります。ベンチメイドのウェブサイトに行って、そこでこういろいろ鋼材選んだりハンドル材選んだりっていうのがこうできるようになってるんですけど、まずブレードですね。ブレードの、フィニッシュは、ブラックか、こういうポリッシュのフィニッシュの、2パターンがあります。あと鋼材は、今回僕は 440C にしたんですけど、 440C か CPM154、もちろん CPM154 の方がいいんですよ。値段も上がるんですけど、CPM154 はいくつかナイフ持ってるので、まあ、今回 440C のナイフっていうのは持ってなかったと思うので、今回 440C にしてみました。あと、ここにブレード JP ってこう、ロゴが入ってると思うんですけど、よくナイフメーカーである自分のこう名前とかを入れられるような、オプションがあるんですけど、今回ちょっと名前ではなくて、写真とか絵とかをアップロードしてこう入れられることができたので、ちょっと今回僕のロゴを印刷してみました。片面だけに今回はしました。あとハンドル材ですね。ハンドル材もいくつかオプションがあって、ここの前の部分と後ろの部分で素材を選択することができます。もちろん全く同じにして、全部カーボンファイバーの一色で真っ黒にするっていうのもできますし、他の G10 ハンドルだとかマイカルタだとか、いろいろいくつか色が赤とか緑とか青とか黒とか、こういろいろ色があるんですけど、その色で選択することができます。あとここのボルスターのところ、今これは金色っぽくなってるんですけど、ここの色も赤とか、他の色もあったりするので、まあ、その辺も、自分でカスタマイズしてできます。で、ベンチメイドのウェブサイトで、このいろんなこういうのを選択をすると、横にこう 3D 画像みたいな形で出てきて、こうくるくる回してこう360度見ることができるんですけど、まあ、それでこうイメージを掴んで、あこのタイプにしようかなっていうので、こう自分でカスタマイズして注文したというような感じになります。はい、ではまず切れ味をチェックするためにちょっと紙を切ってみようと思います。まだこれ何にも一回も切ってないので、どれぐらいちょっと切れるのか楽しいですね。もうなんていうんですかね、プリンみたいですね。ほとんど抵抗がないですね。普通に自分で手で研いだ後、ストロッピングで仕上げたぐらい滑らかですね。うん、素晴らしい。皆さん、包丁の切れ味チェックするとき何を切りますか？紙ですか？紙じゃないですよね。トメイトです。はい、じゃあトメイトを切っていきますよ。どうかな。おー、
ごい。かなり、こんなに薄く切ってどうすんだっていうぐらい、かなり薄く切れるな、やっぱり。やっぱりすんごい切れ味いい。なんかちょっとあの食べることをあんまり意識しないでただ切ってるだけなんですけど、この後どうしようっていう、トマトソースにでもするかなっていう。もうね、ほとんど力いらないですね。この押す引くスーってというかですね、あの力入れないで こうやって持って、その重さだけで、重さだけでただ引く、切れていますね。すごい、ほら、めちゃくちゃ切れ味ほら、何にも力入れてないですよ。ただただこうやって引いてるだけ、この刃の包丁の重力だけでスパーッと切れていきますね。まあ箱出しの切れ味はもう抜群ですね。ステーションナイフ最高。本日もご視聴誠にありがとうございました。この動画が参考になった、面白かったと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッとぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon! Bye bye! あ、うめっ。